皆さんおはようございます。今日は2022年1月の30日日曜日です。現在ね、これはね、都市川林道の入り口にいます。今日はね、これから軽く都市川林道をね走ってみようかと思っています。今日のお供はね、ヤマハ WR155R になります。よろしくお願いします。まあ今日はね、ちょっとね、天気があんまり良くないんで、ものすごい気温が低いですね。時間はね、11時12分なんですけどね、全然気温が高くなってこないですね。最近はね、シマウマチャレンジ誰もしてないみたいですね。第一沈下橋ですね。そういえばね、 YouTube のツツケンさんの動画でね、第三沈下橋ですか、過ぎたところでね、妖精さんが左へ曲がってったんですよね。道じゃないところ、なんとなく気になるんでね、そこちょっと走ってみましょう。まあ一人で行っていい道なのかどうかちょっとわかんないですけどね。多分支線の方にね、途中で合流できてると思うんで、まあ行けるところまでちょっと軽く走ってみましょうかね。なんか寒々しい感じですね、今日ね。見た目がすごいよ、寒い感じ。もうぬたぬたですね。いやすごいね、ぬたぬただ。このね、普通のトレイルタイヤですからね、このバイクはね、なかなかね、ちょっとぬたぬたのところのグリップがね、やっぱり弱いですよね。これはね、まあ大概の道を走れるタイヤにはなってるんですけど、まあどこがすごく秀でてるって感じじゃないんですよね。こっからね、ものすごい急な下り坂です。でしばらくね、コンクリート舗装がちょっとあって、第二沈下橋ですね。これ車が走ってますね、今日ね。バイクも走ってるけど、そろそろね、なんかイノシシとかね、鹿とかを猟銃で撃っていい時期じゃないかと思うんですけどね。漁師さんがね、いっぱいいたらなんか怖いんでやめときますけど、ヌタヌタがすごいですね、今日。なるべく避けて走りますよ。ここも結構ね、急傾斜なんですよね。コンクリートはね、少し残ってるんですけどね。まあなかったらもう道じゃなくなってるでしょうね、これね。結構な傾斜があるんで。次のね、沈下橋をね、渡ってすぐぐらいのところをね、左に入ってったと思うんですよね。道じゃないんですけどね。まあもともとね、わだちがあることには気がついてたんですけど、ちょっとね、行き先がわかんないでやめてたんですけど、多分、支線のね、どっかに合流できるんだと思うんですけどね。まっすぐもね、結構行ってますね。脇道の方にも。あの脇道ももう随分行ってないな。確かね、ここをね、左に入ってたと思うんですよね。入れんのかな？なんか車がいるな。やばいな。漁師さんかな？走りに来てるジムニーさんですね。まあちょっと人がいるんで、スルーしときました。なんかトラブルになると嫌なんでね。そのままね、本線を走ります。まあ、本線もね、採石を敷き詰めたやつがだいぶ閉まった感じで、走りやすくなってるんじゃないですかね。石ころのね、でかいのがね、結構山から落ちてきてますね。まあ、元からね、結構落ちてるようなとこだったんですけど。まあ、でも最近はね、割といい方ですよ。一番最初に来た頃はね、でかいやつが全然ね、道路面にありましたからね。今は割とそれが片付けられてるんで、まあね、走りやすくはなったんですけどね。まあ、この辺りはもう全然採石舗装されてるんで、普通にね、自動車で普通に走れると思うんですけど。この辺り結構荒れてたんですよね、もともとは。もう2年以上前のね、結構動画上げ始めた頃のやつ見ると、この辺りはね、結構道が荒れてるんですよね。今はね、もう全然採石舗装されてるんでね、問題ないですけど。多分ね、こけたのもこの辺りでこけたと思うんですよね。なんかバイクがね、1、2台走ってるような気がするんですけどね。最近ね、一番最初にね、元ブログに上げた、都市川林道のね、走ってる動画で一番最初に上がってるやつ、ちょっと見直してみたんですけどね、もうすごいゆっくり走ってますよね。まあタイヤもね、オンロードタイヤの 250TR だったんで、まあ全然飛ばして走れるようなね、バイクじゃないんだけど。まあそれから比べるとね、今随分道も良くなったのもあるんだけど、倍ぐらいの速度で走ってる感じですよね。まあそれもかなり、無理してないですからね、余裕で走って倍ぐらいのね、速度で走れてるんで、まあだいぶバイクの性能とね、まあ私の性能も若干上がったんじゃないかなってとこでしょうかね。今日はね、ワイナリー奥の林道をね、ちょっと走ってみようかなと思いますけどね。ね、左に曲がっていくとワイナリーですね。まあすっかりね、もうブドウもね、葉っぱが落ちちゃってるから、
なんだかわかんないですね。まあ、でも広いですね、ここね、ブドウ畑。割とね、強烈な団地をね、乗り越えた時なんかは、さすがね、まあ、若干衝撃あるけど、うまくね、吸収してくれてる感じはしますけどね。ああ、こここんなに木を切ってる。クヌギだね。まあ、割とね、仕事の軽トラック入ってますね。まあ、ご迷惑にならない程度に、道をね、走らせてもらってる感じなんですけど。このね、谷底の下がね、鳥居の林道なんですけどね。まあ、この辺のね、上り坂のきついところが、コンクリートになったんで、荒れてるところがだいぶ減りましたよね。あとこのコーナーのあたりがだいぶ荒れてるぐらいでね、休憩車のとこだけねコンクリートにしてもらえば、あとはそんなに流されないですからね。このあたりもね、だいぶ道の周りの感じがねちょっと変わりましたね。若干整備されてる感じはするんですけど、そうね、ギア比がね高いんで、積極的に一足を使っていかないと走れないんですよね。で、割とねチェンジの感じはモトクロスブーツでもねしやすいですよ。この WR155 はもともとそういうのを履いてチェンジするつもりでできてるのかもしれないですけどね。スペースが広いっていうかね、つま先を突っ込むスペースが結構広くなってますね。ね、木の生え方から言うとね、もともとこのまっすぐになんかあると思うんですけどね。でもまあ丸太置いてあるからね、入んないでくれっていうことだと思うんですけどね。 U ターンします。まあ、サスのね、ストロークは長いんでしょうけど、まあ、現状だとまだジェベルよりね、サスが硬いですよね。衝撃がね、来る感じですけどね。ちょっとね、日差しが出始めましたけどね、まだね、気温は全然低いですね、今日ね。この辺りはね、だいぶね、砕石じゃなくてグリーシーみたいなの突っ込んでありますね。コンクリート舗装の新しいとかも全然いいんじゃないですか。いや、すごいね、どんよりした雲だね、今日はね。ここから鳥居の手前まで行ってみますか。こっちでってね、いや草買ってくれてあるからいいね、分かりがよくて。草ぼうぼうだったからね。ああ、今草買ってるわ。人がいました。買ってくれてる人が。なんか道もなんかすげえ耕してあるみたいになってるよ。ぼうぼうだ、帰って。これ雨降ったら登れないな。少しなんか巻いてあるね。若干滑んないように。ただ買ってあるだけじゃないね。なんか石ころがね、コロコロしてて、入って走りづらくなった感じですね。いや、なんかボクボクしたのいっぱい捨ててやる。なんだ俺は。よし、鳥居の近所まで行ってみましょう。どうだろう。いや、なんか1台入ってるな、バイクだな、これ。あ、バイク入ってるね。あ、誰かいましたね。オフローダー発見。誰なんでしょう。じゃあ、八王子ナンバーの KTM でしたよ、KTM。足つきがこれと同じか、もっと悪いね、きっと。やっぱね、なんとなく、私があったもんね。なんだよ、これ。すごいね、木が倒れてるけど、誰かが通れるように切ってくれてあるよ。いや、鳥居まではね、割と草がなくなって、走りやすくなったかもしれない。そんなにね、苦労しない。ここもね、オフロードタイヤの跡がすごいよ。KTM まっすぐ行ったよ。無理だろう、一人じゃ。苦労してるよね、なかなか。あそこは俺も行かんぜ。 KTM は結構苦労してますね。もうここ行くべきとこじゃない。ではここでね、この鳥居の奥の山の神に皆さんのご安全を記念いたしまして、合唱したいと思います。合唱。じゃあ今日はね、一人なんで、とりあえず鳥居のところでね、U ターンですね。八王子ナンバーのね、KTM690 でしたよ。690cc のやつ。でも重さはね、130キロ台だっつってたから、WR のね、250とあんま変わんない。この155もね、130キロ超えてるんですよね。まあ、それ考えるとね、軽いですよね、KTM のバイク。都市川林道にね、行きたかったみたいだけどね、今この鳥居林道に間違って入ってきちゃったみたいで。で、右ルートでね、登ってこうと、してたんですけどね、途中で断念してすぐ戻ってきましたよ。まあ、あんなとこ行ったら KTM のね、足つきじゃ多分何回こけるかわかんないね。だけどなんか砂利の感じがね、割とね走りやすい感じですね、いつもより。
砂利がねコロコロしてる感じがね極悪な感じだともう本当大変なんですけどね。まあとりあえずねステッカーは渡しときましたけど、私のステッカー所長としか書いてないですからね。山田所長じゃないんで、検索で引っかかんのかな、所長だけで。もうトライアルだね、ここになると。ここが一番ひどいね、砂利の感じが。坂も急だからね、ここね。しばらくコンクリートなんですけどね、これもうコンクリートじゃなかったらこれ道じゃなくなっちゃうんだろうね、きっと流されちゃって。まあ多分ね、一番ねあれでひどいようなとこからね舗装してってくれてると思うんですけどね。いやーだけどね、鳥居のところでね全然見ず知らずの人と会うっていうのも初めてですね。人来るんだね、鳥居もね。まあね、まっすぐ下っていきましょう。コンクリートですね。さすがにだけどもうこの道走っても楽しくないな。U ターンしちゃうかな。トレイルタイヤであの急坂が登れるかだね、問題としたら。なんか跳ね上げた石をねフレームに当たってきたね。アンダーカードをつけなきゃダメかな。はい、ワイナリーにね向かう道に合流しました。葉っぱが落ちてね見通しが良くなると結構いろいろ山の中見れるようになるんだけど、でも新たなね道はあんまりないね。あそこになんか道があるね、下に。どっから行くんだろうな、あれか、この道か。入り口が閉まってなかったら行ってみようかな。ここだね。これまっすぐ行くとさっき木を切り出してたあたりに行っちゃうんだよね。ああダメだ、道はここまでだね。さっき下に降りてく道があったから、こっちの道はどこまで行くんだろうね。まあ俺まだ舗装されてるから全然戻ってこれるんでね、入って行ってみましょう。いや道いきなりなくなるのか、ここで。ダメだな、なかなかね道を探そうと思ってるんだけど新しい道は見つからないね。このねワイナリーのブドウ畑のところでね、さっきここ曲がった時に思ったんだけど、あの道まっすぐ行くとどこ行くんだろうってところでね、あそこね乗馬クラブまであるよ。いや道いっぱいあるじゃん。これねこのまま降りていけば利川林道の方に行くんだけど、多分行かないんだよな、途中でどっか曲がっていくはずなんだけど。随分平らだね。だけどソーラーもある、人んちだね。右行ってみよう。おお、まだコンクリートか。道なくなっちゃったね。あーダメだな、こういうね片っぽね下がってるようなところで右足ついてチェンジ入れるのがものすごい厳しい。車高が高い、行けなかった。道がすぐなくなっちゃうね。もうこっからはねワイナリーの道だからね。ここはどこ行くんだろうな。道がすぐなくなっちゃうね、行き止まりばっかりだ。割と行けるとこはないね。まあこのね採石舗装されてるところはねもう全然余裕ですね。クルージングしてる感じですよ。揺れないし走りやすい。これ結構ね車もねたくさん走ってるんだと思うんですよね。すごいね、採石が閉まってますよ。ガチガチだもん。これじゃ走りやすいっすよ。上からね結構ね石がね落ちてきてんだよね、すごいでっかいやつが。その時に遭遇したらもう大変なことになっちゃうけど、なんか直射日光あるんだね、ちょっとね。なんとなく暗いですけどね。この辺のね右のねこの石がね多分落ちてくるんですよね、たまに。もう崖だもんねこの辺は。よくすれ違うね、いっぱいいるね人が。要はねこっからね視線入んないんで、このね次のここね、ここから行ってみましょう。あ、行ってる行ってる。どこ行くんだろうこれ。こっから先が分かんねえよ。こっから先が分かんねえし、こっからどっから出てくんだよ。もうこっから待って、ここで合流してんじゃねえかこれ。走れるようなとこはないもんね。結構これ車の形あるね。まあ樹木伐採してるからその車か。いやだけどでかい石が落っこってきてるね、すごいね。バイクの形もねいくつかありますね。もうまだ進入禁止なんだよな。ここの採石はね結構ね厚く引いてあるもんでね、いつまで経ってもね閉まんないね、浮いてる感じでね走るの難しい。スピード出せない、ここは滑っちゃって。もう最初の頃はねもうアクセル開ければ後ろがねリアタイヤがダンスしてましたから、まあそれから比べると若干良くなったのかもしれないけど、もうまだいけないね。この輪立ちがあるからね、さっきのセローかな。まあこんくらいの道がね一番ね手頃でいいんだけどね。林道感があるし、
そんなに難しくないしね。いやー、私はね、さすがにここはもうこれ以上行かない。前タイヤが石に弾かれるね。最近だけど、ほんとここ人気だね。バイクが多いもんね。わだちもね、いっぱいあるしね。まあ、大概のね、ランチはスタンディングしてれば普通に乗り越えれますね。大した衝撃もない。サスもね、だいぶね、動きが良くなってきたんじゃないかと思いますよね。一時のね、すごいガチガチな感じじゃないですよね。若干動いてる感じはするんでね。今どうだろうな、一番上流の沈下橋と真ん中の沈下橋の間が一番荒れてるかな。あそこが一番ガタガタだよね。まあでもあそこはね、もともとそんなに皆さんね、ハイスピードで走るとこじゃないから気をつけてるとこなんでね。まあゆっくり走ればね、走れないことはないから、まあそこだけぐらいかな。あとはね、特に都市側林道はそんなに足つきがなんていう感じじゃないんで普通に走れますけどね。よし、じゃあ上流側にね、スタートした方に戻ってきましょう。このね、コンクリートもうガタガタだね。ガタガタですよ。最近はね、ちょっとね、対向車のことも考えながら走らないといけないんでね、割とキープレフトにこだわるとね、難しいね、さらに。いや、でかい石が、でかい石が平気でね、路面の真ん中に落っこってるからね、どっから転がってきてんだろうね。いや、ドロドロだ。やっぱね、ぬたぬたはね、このタイヤダメだね。グリップしない。横に逃げちゃう感じね。はい、最後のね、沈下橋ですね。ここ抜ければね、もうあとは普通のね、採石の道なんでね、危ないところはないですね。今日はね、都市川林道の往復と、ワイナリー奥の林道とね、あと鳥居のね、林道の鳥居から下の部分をね、とりあえず走ってみました。まあなかなかね、このシート高の高さに悩まされてはいますけど、まあ少しずつコントロールできるようにね、なってんじゃないかなって感じはしますけど、まだこんな感じのね、林道をね、WR155R でね、走る動画が見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひね、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。